はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回のゲストは鬼奴さんと中村選手でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。初登場組、はい、嬉しい初登場でしたけど、うんね、いかがでしたか鬼奴さんは。はい、とにかく第三の意見を聞いて、はい、一押し選手両方とも一着だったので、はい、面目が立ちました。よかったです、はい、そうです、そうですね、ちゃんと報告ができますね、はい、あのダイさん自分の配信で自分の予想をやるとちょっとこう尖った感じやるんですけど私のためにとかなるとすごく安定したことをねよかった、ちゃんと教えてくれるという、適応しましたしね、よかったです。だからありがとうございました。中村選手はいかがでしたか。はい、なんかいろんな予想の仕方とか聞けて楽しかったです。服の色で選んだりとか、はい、確かに、ね、何も当たってないんですよ今日はね色がね、そうですね、そうやってきっかけでねとする人もいますからね。そう、予想がね、うん、あんま分かんない人はそういうのも、うん、ですね、はい、そしてですね、ハートビートボイスでいただいた結果なんですけど、残り2つをまだ出せてないので、あ、そう、ね、グルメ以外、はい、絶景スポットとレジャーを見てもらいたいと思うんですけど、いいですね、絶景スポットからおります。うわ、何ここ、え、ここめちゃめちゃ有名なとこじゃないですか。そう、そうなんですよ。ですよね、はい、初めて聞いた。私は淀ヶ浜っていう、多分ね、写真見たことあるかも、はい、ここからではなく、はい、ある時の写真ですよね、はい、え、何ですか。そうです、そうです、あ、そうです、そうです、本当に、はい、インスタとかでは結構有名な映えスポットです。どうなっちゃう、これ、あ、ウユニ湖みたいな感じで、なんかこうすごい、すごい綺麗な感じで反射するんだ。そうそう、そうです、そうです、うわ、へえ、これが海で、砂浜なんですよ、ここ手前が、はい、そうです、そうです、あすごい綺麗なんですよ条件が揃えばああなるっていう感じですかね。私が撮ってもあんな綺麗には撮れないんでいや、そこ行ってみたいな。すごいですね。じゃあ香川の時はぜひ、うん、ってことですね、はい、香川に来た時は、はい、ではもう一つレジャーなんですけど、うん、中村選手なんでしょうか、レジャーというのは。香川県ですごい動物と触れ合える動物園があって、はい、すごい本当にいっぱい動物いて、いっぱい触れ合えるところでおすすめです。ヤギ、これはヤギですけど、他にはすごい餌やりとかもゾウにもできるし、キリンにもできるし、これ娘さん、あ、そうです、そうです、娘さん、かわいい手が、かわいい腕が怖くないんだ、ヤギちゃん、ね、全然もう最初は怖がってたんですけど、うん、もうどんどん上げるって、このバケツ1杯100円なん、あ、500円なんですけど、うん、結局何個か4個ぐらい買わされてネギもお腹いっぱいな、大盤振る舞いなんですよ、はい、はい、実はですね、今回映像をお借りしております。どうぞ、はい、どうぞ。あら、あ、これか、かわいい、あ、豚ちゃん、何、これは豚です。かわいい、あ、かわいい、喜んでる武田選手が、あ、旦那さんですか。ガオー、はい、ガオーして、いいよ、え、かわいい、ガオー、わ、平気なんだ、すごい、目の前にいるのに、すごい、かわいい。じゃあ動物園にはよく行かれるんですか。結構、はい、行きますね。な、子供が本当に動物大好きで触れ合えるので、はい、行きます。いいな、結構まだ小さいのにやっぱ攻めますね。いや、だいぶ攻めてますよねやっぱお母さん譲りのそうですね、モラリオンとかも友達と思ってますから、中村選手もう受け継いじゃって受け継いでますね、はい、早いなっていうか、もう本当に旦那さんとすっごく仲が良くて、びっくりするぐらい仲いいんですよ。付き合ってる時から仲いいんですか。はい、そうですね、結婚しても仲いい、はい、ずっと仲いいです。何か秘訣はあるんですか。合わないこと。あ、そっかそっかそっかそうですよね、薄すぎてもダメってことですね、はい、そうです、そうです、2人ともぐらいが、はい、優しくできますやっぱり。確かにね、学ぶわ、うちもロケが多くて、確かにそれは助かってるかもしれない。そうですよね、はい、大さんも全然このいないですもん、最近もね、ほぼ宮島にいるんで大さんそうだそうだ、はい、いいな、なるほどね、ちょうどいいです、うん、はい、そしてですね、今回は、うん、ゲストのお二人が同じ職業の方と結婚されたということで、うん、ちょっとした4つの質問に答えていただきたいなと思って。意外とありますね、4つって4つねサクッと答えていただいて、後で深掘りちょっとしていきたいなって思うんですけど、はい、じゃあ中村選手が答えて、はい、鬼奴さんが答えるっていう順番でお願いしたいと思います、はい、では
いきます。1問目、もともとレーサー芸人同士の結婚はありでしたかなしでしたか。中村選手。中村選手からお願いします。なしでした。なし。鬼奴さんは。私ありです。おあり、はい、割とあの新喜劇の方とかもそういう、ね、あの結構先輩でも結構いらした、では2問目いきます、はい。お互いに出場しているレースだったり番組だったりをこうチェックはしますか。相手のってことですか、ね、相手の、うん、します。うん、します。鬼奴さんは。私は、まあまあ、ほぼしない。うん、ほぼしない。また分かりましたね、はい。では続いていきます。第3問目、レーサー芸人としてすごいと思うところはありますか。え、私が旦那さんにってことですか。はい、そうです。あ、はい、あります、あります。 あります。鬼奴さんは。私もあります。はい、あります。では第4問目です。レーサー芸人として夫婦で達成したいことはありますか。夫婦で共演したいとか、こういうのやってみたいなとか、お仕事でも何でも。あります。鬼奴さんは。まあ、私もありますね。お、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。終わり？たくさん聞いちゃってありがとうございます。あの、深掘りしていきたいなって思うんですけど、あの、すごいなと思うところとか、こう、中村選手はどこを思うんですか？まあ、レーサーとして、まあ人間としてでもそうなんですけど、あのすごい謙虚で、あのいろんな周りの人のことをすごい考えてるのとか、すごいすごいなって思います。そうなんですね。鬼奴さんは。私もですね、あのネタを自分で考えてやるときに、だいたい私とっちらかってんですけど、あのまあ、有吉の壁とかでネタ考えたりするときに、はい、うん、第三に相談すると、はい、ちゃんとまともな方に修正してくれるんです。あの有吉さんが丸×押しやすいようなタイミングとかをなんか作ってくれる。そうやってできてるんですね、あのネタたちが。そうなんですよ。私大体ね、あの発想だけぶつけて、なんだかわかんねえよって言われるときもあって、でその大さんが地方とか行ってて相談できないときは、本当に有吉さんにそういうふうに言われるの。お、まあ、いやこの世界だからなみたいな感じになるんですけど、大さんが1個ちょっと入れてくれるだけで分かりやすくなるっていう。いいですね。それもちゃんと取り入れるっていうのも。そうです。めっちゃ裏話じゃないですか。そうですね。でまともにやりたい。それありきで、いいな。それありきで有吉の壁見ます。今度見てください。今度ね、見方が変わりますよね。有吉さんがかしげてるときは私独断のやつだから。楽しみ。そして1問目に戻るんですけど、あの結婚はそのなんていうんですか、同業でありなしで、中村選手はね、なしなんですね。なし、なしでしたね。私は。いやでもこれなんか私の性格なんかもしれないんですけど、こう最悪のことをまず考えてしまうんですよ。なんであの離婚したりとか別れたりとかしたらめっちゃ気まずいじゃないですか。そうですよね、兵役同士で。確かに。で同じ香川支部なんで、うん、まあ、まあ香川支部じゃなくてもいいんですけど、それを考えたらちょっとなし、最初はなしでしたね。でも多いですよね、レーサーさん。多いです。出会いが多分ないなと思います、みんな。レースばっかり行ってるからな。確かに、大変ですもんね。そこを変えさせたんですね、武田選手が。確かにすごいですね。どっちからきっかけ行ったんですか。気になる。きっかけは、まあ、まあ最初はあっちですけど、はい、あでも上ぐ行ったのは結局私からかもしれない。行ける人羨ましい。そこ、ね、の力を借りて。そこ、そこ。なるほどね。あ、うちもそうだな。おすごいな。そして四問目だったんですけど、うん、あのこう夫婦で達成したいことあるとおっしゃってましたけど、うんうん、お二人は、中村選手は何を。そうですね、まあ、私今年があのヤングダービーっていう30歳までに出れるレースが今年最後なん で、はい、でうんうん、旦那さんは1個下なんで来年も出れるんですけど、はい、あのとりあえず今年ラストなんで、もう今年一緒に優勝戦に乗りたいなっていう。わー、かっこいい。めっちゃいい。素晴らしい。乗ってほしい。いいですね。鬼奴さんは。私はですね、あの
最近 YouTube で夫婦で、旅行に行ってなんかボートやったりパチンコ打ったりするっていうのをやったらすごい楽しかったんで全国やりたいと思いました。今なんか最初チョコプラの YouTube の企画でやったんですけど、京都行ってもね、青森弘前行ったのかな、やったんですけど、はい、全部ねボート勝つんですよねその時、すごいね。それで旅行代ほぼ浮いてるぐらいな。あ、旅行中にもずっとやってるってことですか。ずっとというかなんかちゃんと回して、はい、この時に、何点か絞ってね、レースも3レースぐらいに絞ってやったら割とね調子がいいんで。あ、いいですね。観光じゃないんです、ね、すごいんですね。観光もまあするんですよ美味しいご飯食べたりするんですけどうん、うん、ただまあ、最低限その iPad なりなんかで座敷みたいなとこで食べて、ね、飲みながら持ってナイターね、ナイターありますしね。ナイターあるんですよ、レース場ないところでも見られますからね、それだったらね全国できるんで、結局そこで旅費を稼ぐ旅費結局稼いでね、プラスで帰ってきてていうか僕一個聞きたいことあって、喧嘩するんです。喧嘩もありますよやっぱり。その YouTube で動画を一緒にロケなんかやると大さんが真面目なんですよ意外と。だからちゃんとやろうなんつってちょっと強めに言われると何よって私もちょっと怒っちゃったりするんですけど、だからもう一人連れてくといいんですよね。その時は LLR の福田がまた出てきた、ボートレース芸人としてあとなんか、撮ってもらったりなんかして、一人いると、それでも後輩の前だしなここは勘弁してやろうみたいな、なんか面白い。そんないいですね、見たいです、ぜひぜひ。もうたくさんありがとうございました。本当に長くなりました。でも同業のこう結婚とかやっぱ磯山さんはどうですか。あ、私も嫌な派なんですけどありになりました。もう年齢も年齢なのであんまりその職種は、はい、私も39か40で付き合い出したんですけど。あ、本当ですか。希望ある。やっぱりすぐにそう希望ある。もう結婚しなきゃって探しててやっぱ周りにいる人に目が向いた。うわ、私今年39なんで、あ、そう希望ある。本当そうです、そうです。よし、ありがとうございます、はい、もうすぐそこら辺から。あと話が早いからいいですよ。ですよね、分かってくれますよね。そうそう、分かってくれますよ、いろいろね。同業者の皆さんよろしくお願いします、え、マリアちゃんはどう。まだまだあれだけど、若いけど。でも私もちょっとなし派だったんですけどね、でもお話聞いてるといいなって思います。なんか互いに理解し合えて、そう後輩も一緒だから、はいはい、あ、そうか、みんなで仲良く、いいですね。あと出てる、その好きな人が出てる番組とかいっぱい見られるからいいですよね。そういうのないんですか。あんま見ないんでしたっけね。そうですね。でも私の場合はもう毎日配信出てるからそんなに付き合ってらんないじゃん、やっぱ。そうですね。そこはね。いや、面白かった。今日も皆さん本当にたくさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。